ええよ。そう、あの作品を作って。なんかニキビを機械化するっていうで、なんか人間の肌の上に出るすごくなんか不定期なものだし人間的なものだなと。でそれをちょっと今、これ AI の画像なんですけど、うん、AI で作られた人間って結構均一な綺麗な肌をしているので、うん、そこにこう人間同じ土壌同じ戦場に人間らしさみたいなものを置くためにニキビを機械化するっていうのを、なんか抜け落ちたものを補うっていうシステムで、これは、はい、これがじゃあ AI で作った、はい、もう完璧なあのをまあ完璧にできる、まあ、画像 でここの部分がここに切り取られて、そうですね、これ実際にああこうニキビが下から圧でなんか吹き出物が出てくる、機械仕掛けで一定の間隔でモーターによって生成されるっていうイメージで、これあと色が変わるんだよね、これやっぱりちょっと、うん、そうです、そこがすごいリアルだね、なんか赤く腫れ上がってなんか痛々しくなるね、こだわったポリティ、なんか先っちょの泥なんかプチってやるとムニャってこう出てくる感じ、ゴムラバーが、はい、でも下のものも色つけてんだ、2層になっていて、うん、赤いストッキングと、うん、ラテックスを組み合わせて作ってます、うん、橋本先生です、はいどうも、はい、あの YouTube、 ああそうこんにちは、今ちょっと展示見て、 ありがとうございます、はい、1年生デザイン科の1年生、1年生担任、はい、担当、ね、どうですか今年の1年生のデザイン科、今年はあのみんなね真面目、うん、でもねなんかすごい頑張ってるやつ多いんで、うん、楽しみね、うん、はい、もうみこしもみんな、ね、しっかりとできて、そう、これもなかなかいいでしょ、これハッピー賞もらってたんです、本当、うん、この切れ目とか、うん、ちょっと ね、うん、ねしっかりしっかり裏地も仕上げてバッチリ、この R が効いてて、ね、結構凝ってるんですよ、うん、お似合いで、はい、はい、そんなことで、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします、ネオテニポイエシスっていう名前の展覧会なんですけど、ネオテニっていうのがこう両生類とかにあるような幼体の体を残したまま大人になっているっていうのが生体になっちゃったっていう進化で、こう制作の間であったプロセスだったりこう取りこぼしてきたものをあえて持ち直して展覧会に出して、でその形自体をこう鑑賞者に楽しんでもらうみたいなことを考えていて、なんか制作の途中で使ってた油を燻製にした作品だったりとか、制作のプロセスの中でこう鑑賞者と共有できるものってなんだろうみたいなものをちょっと作家さんにお題を出して作ってもらったみたいな展覧会になってます。そうですね、こちらの作品は背骨が S 字に曲がっちゃう病気で1年休学をされていた方の作品なんですけど、その時に体を動かせなかったので本当にできる制作が限られていて、なんか病院にあった食べ物とかをこう積んだりとか組み合わせて制作をしてたっていう期間があったらしくて、でその角砂糖を積むと自分の背骨みたいにグラグラしてきちゃって、それがなんかこう愛らしく思えてきたっていうことをこう写真作品にしてるような作品ですね、うん、実際の学生、はい、先端の修士2年生の学生です、うんうん、実はこの企画展はその芸大生全員に公募という形で集めていて、キーワードはがそのネオテニポイエシスっていう制作過程に生まれたことをどう作品として改めて出せるかっていうお題で企画を書いてもらって、学生みんなにじゃあ声がけを、まあ、メールで一斉メールで、そうですね、はい、で30件ぐらい企画書が届き、でキュレーター3人でこう企画書に対して質問とかをさせてもらったりしながら、と最終的に6名の参加をキュレーションさせてもらったという形です、うん、こちらも床の学生で結構ずっと床とか地面をモチーフに制作されてた方なんですけど、まあ、制作過程で使っていた鏡だとか
ベゼルだとかそういった日用品を床に持ってきて踏んでもらうっていうことで、なんか土地にこう土とか歴史が堆積するっていうのと鑑賞者のこう足取りが堆積するっていうことを重ねられないかって考えてこういったものを置いてみている作品ですね。あの僕 GAP っていう学科なんですけど、あ GAP の同期がみんな出してたので、ちょっと話聞きました。で彼は、はい、友達、はい、あの違う大学なんですけど、はい、言語学の研究です、はい、何学？言語学。言語学、はい、自分の友達もあの、うん、博士芸大の博士課程で音楽教育の研究をして、同じく専門のなんですけど、はい、今大学生、院生です。大学院生、はいはい、どちらで？立教大学です。立教大学で言語学の勉強で、そうです。で、芸大生の友達もいる、はい、今こうちょっとこれって、はい、上に乗るって、はい、乗っていただけるべきです。開かってる家に行くと、こういう感じの。そうですね。言語学の勉強をしていて、はい、でこうまあ芸大の、まあ、若手アーティストたちがいろんな表現をしてるじゃないですか。はい、まあ、今回のコンセプトもそうですけども、そうですね。はい、その自分の研究領域と何かこうつながったりすることってありますか？そうですね、言語ってやっぱり言葉なんで記号の一種なので、どうしてもイメージを固定化することが多いのかなって思うんですけど、こういうアートは、まあ、もっとこうなんか具体的であり抽象的であるものであって、なんか自分はその視覚に障害がある関係でどうしてもその視覚的に知覚することはできないんですけど、言葉を通してそのアートを鑑賞することができるので、なんかつながりがすごいある、言語とアートつながりがあるなって改めていろんなタイプのアートに触れて感じ、今まさに感じているっていう感じ、うん、言語化するって僕たち言うじゃないですか、うん、あの僕たちっていうのはこうなアートに携わったりすると、はい、言語化することを、まあ、自分の中で強いたりとか言語化することによって理論とかが生まれたりとかして、はい、それがまた創作の次の糸口になったりとかして、はい、またこう言語化以上というのは言語化の領域からこうはみ出そうとするあがきをしながらっていうループのようなものがあるような気がするんですけども、はい、あの私はまあ大学院生なんですけど、それと別になんか視覚障害の方とそれからその健常の方とかもとか、まあ、いろんなルーツの方が一緒にアートを鑑賞するワークショップっていうのをやる団体に所属していて、そこですごいそのこと、まあ、主に言葉を使って鑑賞するんですけど、やっぱ一人一人に見る世界だったり経験っていうものが違うので、自分はそれを見るとか一緒に作っていくことがすごく好きなので、なんかもっといろんな作品とそう使ってワークショップしたり、あとワークショップじゃなくてこうやって日常的に友達と言葉を使って鑑賞したりして、なんか言葉にできないこととも受け止めつついろんなものを見ていきたいなって思いますね。そうか、入学式の時のあそこで話した、はいはい、そうですね、 YouTube の動画の後の方に上がってる、はいはいはい、もう一度改めて、いや学年と専攻と名前を、はい、僕は先端の学部1年の名前は上田平歩きって言います。はい、歩きくん、なんかあの時入学式の時になんかこう武者ぶりがするしてますみたいな、しますって言ってましたね、うん、実際今もしてる、今もしている、結構、うん、心の奥の底の方では常に、うん、絶対作品も、うん、いいやつを作ってやるぞっていう、うん、その心は忘れない、うん、忘れない、忘れない、はい、ただまあ楽しむとか楽しむ、はい、それが一番、はい、僕の一番いいスタイルなのかなって思ってます、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、今日の YouTube は芸祭特集
2023の芸祭見ていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、入学式の時に会った1年生が芸祭でしっかりともう中心になって、ね、この芸祭盛り上げていて、そしてこう外から来た人たちにこれぞ芸大だっていうことをね見せてくれてる、本当こう根源、パワーの根源になっている姿を見て、たかが5ヶ月、まだ5ヶ月だよね、4、5、6、7、8、だけどもこの5ヶ月間の中でのきっと成長っていうものも、見ることができたかなと。でなおさらこの3日間でまたきっと成長していくことだと思います。やはりいろんな人と出会い、まずはねこうクラスメートで、そして今度科を超えて芸祭で音楽と美術で、そして芸祭始まると今度いろんなこう、芸大見に来たっていう外からの人、まあ、その出会いがどん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 こう自分を、高めていき成長していくんだなということを実感しております。とても素晴らしい芸祭になったなと思ってます。ありがとうございました。